スミスウェッソンミリタリーポリス第1次世界大戦期のドイツのピストルや小銃第二次世界大戦後にイスラエルから登場したサブーマシンガン宇治銃とは筒状の重心から弾を発射する道具であり砲より小型のものを指す銃とは火薬や様々な機体の圧力を用いて弾丸と呼ばれる小型の飛翔体を高速で発射する道具の総称弾丸は 高い運動エネルギーを持ち、強い殺傷力や破壊力を持つので、狩猟の道具や武器として用いられる。一般には、口径が20ミリ未満のものを銃と呼び、20ミリ以上のものを砲として分類するが、この基準は運用組織によって異なる場合がある。例えば、アメリカ軍及び自衛隊では、口径20ミリ以上、海上保安庁では、同30ミリ以上をと呼んでいるが、 旧陸軍では明治40年6月以降は、口径11ミリを超えるものを砲、昭和11年1月以降は、この区分を廃止して、銃火砲火は、正式制定ごとに決定、旧海軍では40ミリ以上の口径を砲と呼んだ。銃という漢字は元来、斧の峰部分に設けられた柄を差し込むための穴を、表し、転じて、主に金属製の筒から弾丸を発射する武器を、 表すようになった。また現代中国語では、槍の字を用いる。競技では、一人で持ち運びができる銃のことを銃器と称することもある。最近では肘対弾を射出する各種の武装、装備を銃と呼称することも増えている。そのために、前述の銃定義は、抗議では当てはまらないことも多い。眼調の制動性の 手銃弾丸を発射する火薬を最初に発明した国は未だに確定していない。中国、アラビア、インドなどがそれぞれ自国が最初だと主張している。ギリシアの古文書に書かれる、ギリシアの日が火薬の起源と主張する説もある。現在のところ中国説が有力であるという。はじめ火薬は梱包されて導火線をつけ、投擲して建物などを焼く。 小夷弾のヒカに利用された。ヒカは火薬を陶器の容器に装填し、破裂すると破片が飛び散る原始的な手榴弾となった。この手榴弾は鉄砲と名付けられ、13世紀にモンゴル帝国が武器として各戦場で使用した。1274年の日本襲来の際にもモンゴル軍によって使用された。同時期に中国では、 槍の柄に筒状の容器を取り付けて、その中に火薬を詰めて推進力に利用して飛ばす、ヒ矢ヤが使用された。中国の古文書には、1259年に受春府で筒状の木や竹の中に火薬と石の弾丸を入れて、前方に飛ばす、特化槍が発明されたと記されている。この特化槍が、後の銃の原型になったとされている。その後、 1270年から80年頃に特化槍に変わり、青銅などの金属を筒状に鋳造した手銃が製造され、これは筒の後方に木の柄を取り付けて使用した。14世紀に入ると中国各地に手銃が伝わり、同世紀末頃に中国各地で製造が始まっている。中国の主張によれば、中国で発明された火薬や火薬を使用する武器は、 シルクロードを通ってインドやアラビアに伝わったのだという。原始的銃は中国、アラビア、インドなどで生まれたものであるが、その後アジア地域では近代化や発展が著しく、停滞。代わって原始的な銃法を近代的な銃法に発展させたことになったのはアラビアから火薬や銃法が伝わったヨーロッパであった。西ヨーロッパの柄がついたハンドキャノンヨーロッパでは、 12世紀から13世紀頃にアラビアの薬学書や科学書が錬金術師によってギリシア語やラテン語に翻訳され、その火薬の知識が伝えられた。とりわけ1248年から1254年に行われたヨーロッパ人による第7回十字軍の際にアラビア軍が特化槍に近い構造のローマンキャンドルや手自由を後半に使用して、 反撃を行ったことが大きな影響を与えた。当時のローマンキャンドルや手銃では、至近距離以外での命中はほとんど望めず、当たったとしてもプレートアーマーを貫通することはできなかったが、発射音や煙で軍馬や兵士を混乱させる効果が大きく、しばしばアラビア軍側に有利に働いた。この戦闘で火砲の威力を知ったヨーロッパ諸国は14世紀から、 火砲の製造に乗り出すようになった。ヨーロッパで最初に製作された火砲は、ローマンキャンドルと似たキャノンロックだった。キャノンロックは、鉄板を丸めて筒状にし、周囲に多くの鉄製バンドを巻き付けて強化し、後端には柄があった。金属の丸い弾丸だけでなく丸い石や、鉄製の矢なども発射した。大きさは様々であり、一人で運搬して射撃できる。 小さい口径のものから数人で操作する大口径のものもあった。前者が後の小銃の原型となり、後者が大砲の原型となった。一体構造で強度がある鉄製の筒が製造できるようになるとキャノンロックの小型化は進んだ。日縄わ15世紀に入ると、鋼鉄製品の単造加工技術に優れるドイツにおいて、 次々と革新的な銃砲のメカニズムが開発された。15世紀初頭には、片手で銃を持ち、もう片方の手でひなわを持って点火口に押し付けて、発射した従来のタッチホールロックではなく、引き金を引くと自動的にひなわが点火口に押し付けられるマッチロック式が開発された。マッチロック式の開発によって、銃を両手で保持して照準できるようになった。 従来は棒状であった柄も握りやすいよう湾曲した形状になり、頬や肩に密着させて正確な照準が可能となる。重傷へと進化し、また重心の上あつらに照準器が取り付けられるようになった。このヨーロッパで発明されたマッチロック式が1543年に日本の種ヶ島に漂流したポルトガル人によって日本に伝えられたものである。戦国時代だったため、 各大名の新兵器に対する需要は高く、ひなわ銃は急速に日本各地に広がったが、徳川幕府が成立すると、幕府はひなわ銃の普及を恐れて様々な制限を加えるようになり、また鎖国のためにヨーロッパの最新情報が手に入らなくなって、日本における銃の発展や改良は再度ヨーロッパから銃を輸入するようになる幕末まで完全に停滞することとなった。 ヨーロッパでは16世紀になると、騎兵向けの軽量重機として、拳銃や騎兵銃など用途に適した形式の銃も出現するようになった。しかしマッチロックは、火のついた火縄を持ち歩く必要があり、火縄の匂いで敵に気づかれたり、雨や雪で火が消えるなど欠点が多かった。これらの欠点の克服のため、1525年頃にドイツもしくは、 オランダで誕生したスナップハンス式に代表される、火打ち石と鋼のヤスリを擦り合わせて発火させる方式が開発されるようになった。フリントロック式の拳銃17世紀初頭には、フランスでスナップハンス式を改良したフリントロック式が開発されて、ヤスリの下端が点火口の外側に装填された補助点火火薬を保護する蓋を兼用するようになった。 これによりもはやひなわを持ち歩く必要はなくなり、天候に左右されにくくなった。ヨーロッパ各国は競って、フリントロック銃を軍用銃とした。フリントロック式は信頼性が高く、2世紀もの間、使用され続け、その間様々な改良や施策が行われた。またフリントロック式の軍用銃には、不評用の長いマスケット銃、それよりやや短く軽量のドラグーン、 騎兵用の短いカービン銃、片手で射撃できる小型のピストルなど、用途別に様々なものが使用された。パーカッションロック式の拳銃19世紀初頭にヨーロッパでパーカッションロック式の発火方式がフリントロックに変わるものとして開発された。これは水銀系の雷光という火薬を発火に使用するものだった。フリントロックと違って、 補助点火火薬の装填の必要もなく、発射誤再装填が素早く行え、空気中の湿気の重心内の火薬の保護にも、優れていた。18世紀中頃以降には、ヨーロッパ諸国は、従来のフリントロックを改造したものか、パーカッションロック式を軍用銃として採用するようになった。金属加工技術に優れるドイツでは、古くから重心内に、螺旋口を刻み、 弾丸に回転を加えて命中精度を高めたイエーガーブックセが狙撃兵に支給されていた。他のヨーロッパ諸国もパーカッションドック銃の時代になると銃身内に螺旋口を刻むようになり命中精度が向上した。英語でマスケットと呼ばれていた不評用小銃がライフルと呼び換えられた語源はこれである。一方、騎兵用の短い銃は 反発銃の時代に発射後に、フックで吊るして、戦闘を続けたため、ドイツ語でフックを意味する、カラビナーから、英語で、カービンと呼ばれるようになった。上、M1903、20世紀初頭の、ボルトアクションライフル場から2番目、M1 ガーランド、半自動小銃場から3番目、シグ SG550、アサルトライフル場から4番目、ステアー・オーガスト、 ブルパップ方式アサルトライフル19世紀中頃までは火薬と弾丸をサクタケという棒で持って銃口から装填する全装式が一般的だったがこれは再装填に時間を要しその間無防備になってしまいまた不発弾の排除の手順が面倒という欠点があったそのため18世紀の頃から弾薬を重心の後ろから装填する装式が案 製作されていたが弾丸と発射薬をバラバラに装填するために発射ガスが後方から吹き出す欠点があった。そのため初期の5層式銃は後方に吹き出す発射ガスを減らしていてが直接に吹きつけられることがないよう設計されていた。5層式銃の活気となったのはドイツのドライゼ銃である。この銃は長い激震を持ち弾薬は 弾丸と発射薬と雷管が紙で包まれて一体化されており、激震が紙の包みを貫通して弾外交端の雷管を突くことで発火させた。この銃が構造的に注目されたのは、ボルトという円筒状の前後に動く、可動部分を持っていたことであり、このボルトを素早く動かすことで再装填できた。不仏戦争でこの銃が活躍したことで注目された。 19世紀には弾薬にも変化が現れた。従来の弾薬は弾丸、発射。この薬莢によってこそ式銃の製造は容易になった。特に1860年代にフランスやイギリスで軍用弾薬の高い圧力にも耐えられるセンターファイヤーカートリッジが開発されると、以降はこれが弾薬の主流となり、現在に至るまで使用され続けている。 弾薬の一体化で5層式単発銃のみならず、手動式の連発銃、自動的に弾薬を再装填する、自動装填式銃、連続して射撃できる、自動銃、さらには、機関銃の製造も可能となっていく。1871年に製品化された、ドイツのマウザーボルトアクション方式小銃は、ドライゼ銃を改良したような構造で、薬莢を使用した後組織銃として、 最も特筆される製品となり、以降続々と、その改良型が考案されて、世界各国にコピーされ、第二次世界大戦が終わるまで、各国の軍用銃の主流を占めた。1884年にはフランスで、無煙火薬が発明された。これにより発射円で視界が妨げられることがなくなり、弾丸を高速で発射できるので、8ミリ程度の、 小さな弾丸光景で弾薬を軽量に製造することも可能となった。1886年にフランスは世界に先駆けて無塩火薬の光景8ミリ弾薬を軍用に採用。その後10年間に世界各国も採用し弾薬を光景6.5から8ミリに小さくして軽量化させた。弾薬軽量化で自動銃の研究も進み、19世紀末には 自動装填式拳銃や機関銃が実用化された。第一次世界大戦では敵残豪への突撃のために射撃しながら前進できる空冷式で軽量の軽機関銃、拳銃弾を連発できて残豪内で動きやすい小型サブマシンガンも新兵器として登場した。また第一次世界大戦を契機として軍用銃器の中心であるボルトアクション小銃も 命中精度よりも扱いやすさが重視されるようになり、110センチほどに短くなった。第二次世界大戦中にはドイツが MG34 機関銃や MG42 機関銃などの組み替えて防衛用、攻撃用に用途を変えられるシステム機関銃を使用。このような組み替えによって異なった用途に対応可能な兵器をシステムウェポンと呼び、現代の機関銃は、 ドイツのシステム機関銃の大きな影響のもとにある。また、第二次世界大戦なばからドイツは s t g 4 4というアサルトライフルを開発、使用。これは多くの弾薬が装填可能であり、全自動連射と半自動連射の選択が可能であり、高い適正圧力があった。これをドイツ軍から露覚した各国でアサルトライフル研究が進み、 戦後の1947年にはソ連がドイツの突撃銃を模した AK-47 ライフルを開発して配備。対抗して西側諸国でも軍用ライフルに突撃銃を採用するようになった。中でもアメリカがベトナム戦争中に採用した M16 自動小銃は5.56ミリ口径で重量12グラムの弾丸を1000メートル毎秒の 高速で発射できる設計だった。昇降系高速弾は従来の弾薬に比して極めて軽量であり、大量の弾薬を消費する現代戦に向いているため、現代の軍用銃のほとんどは類似の昇降系、高速弾薬を使用している。現代の軍用小銃は全自動連射と半自動連射に切り替えることができ、一時に多数の昇降系高速弾薬の装填が可能であり、 軽合金やプラスチックを多用することで、軽量後が高されている傾向にある。銃刀法の規制もあり、現代の日本では銃の生産はほとんどないが、警察や自衛隊向け、あるいは狩猟用としてわずかに生産されている。銃は種々の基準によって分類することができるが、ここでは現代銃を中心に、携帯による分類を示す。 ダブルアクションオンリーの S&W642、拳銃の項も参照。89式小銃 H&KMP5、小銃の項も参照。レミントン M700、レミントン M870、ミニミケーキ感銃 M79、グレネードランチャー競技向きに改造された、自動拳銃現代の銃器の基本的な操作と挙動は、以下の通り。用語については事項を参照。 薬室に実砲を装填する。照準を合わす。銃を構え、付属の照準器、メガネ等の照準具を用いるなどし、狙いを定める。引き金を引き、撃発。それによって撃鉄が落ち、撃心を押し出して、薬莢底部の雷管を叩く。発射。薬莢内の火薬が急速に燃焼し、その燃焼ガスによって弾丸が押し出され、銃口から飛び出す。 弾着。弾の運動エネルギーにより、目標物を損傷、破壊する。フィールドストリップしてクリーニング中の自動式拳銃、ベレッタ84回、ベレッタ92回、ベレッタ PX40 というものは定期的に整備して、つまり分解、掃除しては使う。最低限の分解、清掃は、一つ一つの銃の所有者自身が、使用の都度行うべきだ、と考えられている。 火薬が燃焼した汚れが次第に蓄積し、やがて動作不良を起こす可能性が高くなる。整備せずに使い続けると弾丸の、つまりを引き起こしたり、暴発を引き起こすことがある。軍隊などでも兵士に銃の訓練をする段階では、銃の撃ち方だけでなく、整備の方法も教えることが一般的である。一般人でも自身で銃を分整備することは可能で、欧米では、 銃の扱い方を教える教室などで、整備方法も教えていることがあり、そのためのマニュアル本が、一般書店や図書館で入手可能で、整備用の道具類もガンショップなどで販売されている。ガンスミスと呼ばれる銃の整備士に依頼する方法もある。ミニエー銃で腕を打たれた、兵士銃規制が緩い国の代表格に、アメリカ合衆国が挙げられる。これは建国以来、 市民が自衛するための武装権が基本的な権利として伝統的に受容されてきたからであり、地方に行くほど銃規制への反発が根強い。同国では銃愛好者や銃器メーカーからなる圧力団体全米ライフル協会や米国銃所有者協会が強力なロビー活動を展開している。銃規制は州によって異なるが、定められた条件を満たしていれば未成年者でも 銃を所持することができる。こうした考え方の一方で、発砲事件の多発から、特に左派からは銃規制をすべきとの考えも根強く、しばしば銃規制が提唱されることがある。日本では、銃法刀剣類所持等取締法第2条において、金属製の弾丸を火薬やガスで発射するものを銃法と定義して、所持や使用を規制している。 日本警察に採用されている H&KP2000、警察官、自衛官、海上保安官など、一部公務員に対する銃の対応はあるが、これらは厳重に管理されており、使用についても慎重である。一般に対する銃規制も厳しく、狩猟やスポーツを目的とした銃の所持については、審査を伴う許可制と、古式銃に対しては、美術品としての登録制が設けられている。 このため、現在の日本における銃問題は、これらの規制をかいくぐる形で行われる密輸や、遊戯銃の改造が主である。特に暴力団の手による密輸は後を立たず、これらは銃が容易に手に入る国、例えばロシアや中国、東南アジアなどから流入することが多い。遊戯銃の改造については、ごく一部の銃愛好家が行う傾向にあるもので、プラスチック製の弾を打ち出す。 エアソフトガンや本来模型であるモデルガンを改造強化するなどして殺傷力を生じさせるものである。ミロク M3700 上下に連散弾銃。ありがとうございます。